好きなタイプ、メンズです。タイプですか、はい、見た目ですか。見た目です。見た目はドウェイン・ジョンソンです。おさらっと言いましたけど、まあ、体が大きくて、うん、なんかこれ言うと本当変人扱いされるんであれなんですけど、うん、私割とオスって見えるかどうかが超大事なんですよ、はい、メスになれるかオスになれる、オスとして見れるかしか多分異性としての興味が湧く湧かないっていうところが重要で、うん、嗅覚でまず一つの目は嗅覚で、あ、男性だなって意識できる、オスだなって意識できるような、うん、特殊な匂いを発している人、もしくは見た目で、あ、私何をしてもこの人にかなわないなって思えるような、なんだろう、オス感を持ってる人、以上です。オスのちなみにこの今スタッフ含めて3人オスがいるんですけど、いや、オスっていうのやめとこう、まだオスって認められてないかもしれないから。オスの匂い出てる人はいますか。ちょっとまだそんなに距離感的にないんであれなんですけど、もしかしたら出てないかもしれないです、ね、今日終わりだ。今日撮影終わりだ。分かんないです。難しいですよね。オス、じゃあオスの定義って何ですか、うん、オス感。少なくとも自分より大きくないと、うん、みたいなのやっぱり思いますし、うん、あとは見た時の、うん、その威圧感含め、威圧感っていうよりもその存在感ですよね。で、本能って、これ分かる人しか絶対分かんないですけど、分かる人きっと分かるんですよ。本能的に女ってメスになれるんですよ。そう、本能。めっちゃうなずいてるけど分かんの。本能で。なるほど。へー、本能的にメスになる。特に私とかは自分が性格上割とハキハキしてるんですよね、うん、でサバサバしてるし、うん、どっちかっていうと男性っぽい性格だと思うんですよ、うん、物事に対しての考え方も、うん、ってなると自分よりも考え方とかがなんだろうな、まあ、すごく女性らしい人だったりとかに対してこうやって対面した時に、このままでいくと相手からも女って認識されないですし、まあ、女性って認識もされないですし、私も素のやっぱり自分でこうやってガーって言っちゃうんですよ。でも、それを問答無用で書き消すタイプの人間がいるんですよ。いや、王がなくメスになれる。ああ、すごく分かりやすい説明ありがとうございます。自分を女でいさせてくれる人。そうです、そうです、これね。だからこそ、そのレアです、出会ったらっていうのが、まあ、一個のパターンと、うん、そうじゃない相手に対してやっぱり今のこの見張るっていう形で基本的には接するんですよね、うん、それをもう無理やりぶち破るタイプがいるんですよ。そういうのは途中から男に認識されます。なるほどね。それこそ初見で私が男だなって思わないっていうのをさっき言った条件にはまらない人たちってそういうわけじゃないですか、うん、でもそこなのにもかかわらずぐいぐい男として攻めてくるような人たちですね、うん、まあ、途中からもう完全にぶち破られたら、あ、私は途中から女としてなるし、向こうも男として見られるなっていうふうに思ってます。うん、うん、そこは俺分かったぞ、今の後半のやつは俺理解。そうですね、そうですね、うん、うん。